はようございます。おはようございます。瀬川さん、はい、これをちょっと読んでみてください。何でしょう。いいんですか。はい。じゃあ読みます、長谷川さん、今回は自然あふれる上野原市をぜひ長谷川さんへ知ってもらいたいと思っています。上野原市のブランドメッセージはまだ知らないだけ。たくさんの魅力あふれる上野原市をぜひ楽しんでいってくださいね、ということで、かっこいいブランドメッセージです。これもうこういう本当にこの街でこういうの。そうなんですよ。市が作ったブランドメッセージです。上野原市っていうのは山梨県の市なんですけども、はい、ぜひ今日一緒にそこを回っていただければなと思ってます。初めて来たんで、まだ知らないだけを知りに来ました。ありがとうございます。じゃあ行ってみましょうか。行きましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。レッツゴー。上野原にようこそ。で、上野原の駅はどうですか、降りた感想は。そうですね、初めて来ましたけど、すごい綺麗な駅ですよね。そうですね、はい、駅もあの新しくなったばかりで。あ、やっぱりそうですね、で結構街もあの森林にこう囲まれて、山に囲まれた街なんですよ。だいぶ山です ね, ですね。空気はどうですかね。いや、都内空気はもう全然やっぱりいいですよね。都内は息苦しいですからね。そうですね、いっぱい吸って帰ってきてください。 もういい空気、いい気もなんかすごくいいのが出てる気がしてます。でこの後ろのこの一山マートっていうのもこう山梨、特有 の, あのスーパーでして、あーローカルスーパーですね。はじめましてです。はじめましてです、はい、お会いしたことないです、結構惣菜が美味しいので、ぜひ簡単になった際は。いいですね、帰りに買って帰ります。バッグを用意してください、はい、よろしくお願いします。はい、上田さん、はい、ここ上野原なんですが、はい、周り見てもらって分かる通り山にずっと囲まれてます。はい、山だらけ。山だらけです。はい、いいです、喉がね。ありがとうございます。で、秋になるとですね、山もみじが見れて紅葉はすごく綺麗なんです。あ、いいですね、はい、なんかさっきあの川沿いにも桜があるっていう話を聞きましたけど、いいですね、四季折々。そうですね。で、水もすごく綺麗で、はい、最近はミネラルウォーター買う人も多いと思うんですけど、はい、上野原ではもう水道水でほとんど行けてしまうと。ああ、いい。これはひねったら美味しい水が出てくる。美味しい水が出てくる。ありがとうございます。それが一番いいですよね。で、空気も澄んでます。だいぶ澄んでますね。この自然がいいっていう人が結構増えていて、はい、都内で仕事をするんだけれども家はこっちにわざわざ構える人が増えてるみたい。ああ、いいですね。確かにそういう、まあ、今リモートでもいいっていう会社もありますしね。はい、それも泣いておりますわ。続いてなんですよ、この桂川。これ結構あの有名な川で、皆さん飲み水になってるんですね。これ相模湖の方からつながってまして、はい、有名ですよね、相模湖もね。そうです、はい、かなり鮎釣りも結構有名で、解禁になると都心とか、まあ、県外から来るんですね、はい、ここにですか。そうですね、はい、かなり広い場所で、昔はちょっとこの向こう側にあの広場があるんですけど、そこでちょっとこうフェスをしたりとかですね、音楽の。あ、だいぶ広いですもんね。そうですね、バーベキューをしたり、まあ、市民の憩いの場みたいな形になってますね、はい、確かにこれはなります、ね、釣りとかはされますか。あ、釣り、あの昔小学校の時よく釣りしてて、はい、あんまりこういうなんかこう川でやったことないんで、いつも海釣りだったんで、はい、やってみたいですね。ぜひ釣りをして、それもライブキャンプとか、なんかあ、バーベキューとか。いいですね、キャンプもバーベキューも、いい眺めですね。そうですね、かなり眺めがいい場所ですね。あれ、あれってもしかしてバスケットゴールですか。
あ、そうなんです。実は河川敷にバスケットコートがですね、設置されてるんですよ。実は本日あのバスケットボールをご用意いたしました。お、さすがですね。はい、ありがとうございます。一発シュート打っちゃっていいですか？はい、ぜひお願いします。じゃあ行きましょう。皆さん、ここでですね、実はこれちょっと私考えました、はい、ここで一発でもし入りましたら、あの山梨県の甲州牛をプレゼントしちゃいます。マジっすか？ぜひ入れます。緊張感持ってお願いします。一発、一本だけ。一本だけです、はい。はい、残念。はい、早速今度は市内にある小学校、はい、上野原小学校っていうところなんですが、はい、結構建て替えもしたりはしているんです。綺麗ですよね。ええー、隣もこう池がありまして、はいはい、自然に囲まれた中でいろいろと、はい、学んでいます、はい、なんか地元似てます。なんかあ、本当ですか、はい、よかったです、はい、それで一番ですね、シンボル的なこれがありまして、はい、目の前、長谷川さんの目の前に見えています、はい、大欅というものになりまして、欅って後で多分あのキャラクターにもなってるんですが、はい、市内の見ていただくと思うんですが、こちらがあの国指定の天然記念物になってるんですね。でかっ推定樹齢が850年以上っていう形で、850歳以上ですね。一応二宮金次郎も立派がありますけど、めちゃめちゃ立派ですね。もうシンボル的な存在です。それがなんか小学校の中にあるっていうのがいいですね。そうですね、昔はこうこれがあの秘密基地でみんな触れたり、中の空洞に行けたり、ちょっと登ったりとかもできて、ここはですね、平成8年に上皇上皇后陛下が来られた場所でございます。その記念の石碑がこれですね。はい、立派な、立派な、めちゃめちゃ立派、めちゃくちゃ大きい。ここにいらっしゃったってことですか？そういうことですね。確かそれは珍しいですよね。そんな場所あんまないですもんね。はい、触っちゃったりなんかしてなので中をぜひ見ていただきたい。はい、行きましょうか。あ、ご飯食べるところもあるんですね。そうですね、いろんなメニューがあるんですね。これはですね、青檀玉味というこれ食べ物で、上野原のソウルフード、赤い青大油という大花の名前から取っていて、小さいジャガイモを、ジャガイモか、これ煮つけたものです。ぜひこれ長谷川さんにも食べてもらいたいな。本当ですか？どう？すごいいい匂い。やってもらいます。いいですか？味見してみてください。ありがとうございます。ちっちゃいじゃがいもなんで、すごく食べやすいんですよね。うまい、シンプルですよね。この味噌ダレがすごい美味しい。甘い感じの。これ、危ないですね。バンバンいけちゃうやつ。じゃがいもじゃん。
この長寿庵というお店の名前なんですけど、はいはい、長寿庵がある地区がゆずり葉地区っていうところで、はい、長寿で有名な町なんですね。その名の通りですね。そうですね。でこの上野原っていうのは坂が多くて、はい、昔あのお米とかがなかなか作れなかったんですね。その代わり穀物を食べていて、でそれで腸内環境が良くなって皆さん長寿になったんじゃないかと。ああ、いい情報ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これね、こういうやつですよね。そういうやつです。もち麦が有名だそうです。すごい、もち麦。あ、これお米に混ぜるとね、いいですね。健康食、体にいいですね。あ、ありますね、味噌。たくさんある味噌。一番下にあるのが地元の方が作られている味噌なんです。あ、本当、手作り味噌って書いてますね。あ、でもこれで手作りで540円って安いですよね。安いですね。安いですよね。あとこういうね、野菜とかもたくさんありますね。地元の方が大切に育てたお野菜がたくさんあるんで、ぜひ買いにまた来ていただきたいなと思います。わかりました。でもあの人気のジャガイモとか全部売り切れです。人気すぎて売り切れです。人気すぎてマジで売り切れ。え、すごい。え、この山梨、あれですよね、ワイン有名ですもんね。そうですね。ブドウがめちゃめちゃ取れるっていう。はい、知ってます。こんなにも種類があるっていう。このでかさ。これ一升瓶のワイン聞いたことないです。なかなかないですね。ないですよね。飲んじゃうんだろうな、こんな美味しくて。今度はゆっくり、そうですね、飲みに来てください。来ます。はい、浅見さん、ここが志倉神社って言います。志倉神社、はい。でこちらの郡内の三大祭りが行われまして、はい、9月の4日から毎年6日まで、ここにおみこしがもう7基8基集まって盛大になります。一般神社ですね。はい、この神社の特徴がありまして、はい、こう見えてるの木々がたくさんあるんですが、はいはいはい、これがですね、あの高速道路から見るとあの宇宙戦艦ヤマトのアニメの戦艦に見えるっていうことで、はいはい、結構有名でニュースにもなってますね。はい、これがそうです。はい、で見た写真もちょっとありますんで、ぜひ。お、本当だ。ぜひ今度、こういうことですよね。そうですね、はい。ぜひ今度、あ、すごい、高速から注目していただきたいなと思います。へえ、何言ってんだろうと思いましたけど本当でした。はい。あ、すごい。これは東京から行くときに見えるんですか。そうですね、甲府方面に行くときに見えます。東京から。はい、東京から。はい、ここが、はい、どれがそれですか。え、どれだ。もうすべてこれか。この木々ですね。これだ。はい、高っ。あ、でかっ。それはすごい。そうですね、はい。でちょっと上野原市は公園が少なくてですね、ここが公園代わりになっちゃいます。で小さい頃とか皆さんはそこで野球をしたり、ちょっと向こうの広場があるので歩いてちょっと、あ、向こうにも、はい。私気になったところに牛がいます。あ、これ牛を撫でると頭が良くなるっていうのが何か話で、身の危険の部分にぜひちょっと撫でてみてください。いいんですか。はい、これ以上頭良くなる。撫でるんですか。ぜひ頭の上を撫でて全然大丈夫です。はい、なるほど。願い事を言いながらずっと言ってしどし、お牛座なんで。ちょうどいい。はい、でこちらのがちょっとあのここの地元の小学生の遊び場ですね。はい、あ、本当だ。あ、遊具も
そうですね、器具もあったりします。へー、はい、あ、本当、確かに公園になってますね。はい、ここで野球をしたり、鬼ごっこをしたりっていう感じですね。ここで野球は、はい、地がベースがある。そうです、はい、あ、まさにそうですね、一塁、二塁、三塁で、ここ結構あの、この真ん中の杉の木を結構ステレスがあると良かったりするので、なんかパワースポットでもあるので、こちら、そうです、はい、ちょうど今、戦ってきたところ、パワー、はい、次はどこですかね。ちょっと待ってください、はい、こちらですね、道は、はい、この細い通り道ですね。ここですか。はい、これ通っていいんですか。はい、全然通れます。ここ、はい、完全に人の家みたいなところですけど、これ、ここもしっかりとした小道です。へ、すごっ。地元の人しか知らない道になってますね。そうでしょう。小学校の鬼学校の隠れ家になったりしてましたね。やりそう。やりそうだし、やりたい。で、さっきの通り、ね、そうです、大通りにここ出る近道ですね。バス停も目の前にあって、そうです、はい、ちょうどバスが来る。そうですね。そんな山頂の駅に本選択所満月でございます。いや、結構歩きましたね。あら、なんかお菓子屋さんを見つけました。菓子どころ上野です。入っていいですか。ちょっと美味しそうな店です。お邪魔します。お邪魔します。なんかすごく美味しそうなお店を見つけたんで、お邪魔します。はい、頑張りました。はい、ありがとうございます。どんな種類のものがある。これはどうなんですか。そうなんです。これもうちでずっと長くやってるこのおじいちゃんの代から作り始めて、いまだに作り続けて。これが一番です。これがおすすめですね。美味しそう。他にもいろんなものがありますけど、よかったらもう一つ一つどうですか。いいんですか。いいですか。ぜひ。はい、ありがとうございます。大きさも可愛いらしいです。ではじゃあちょっとぜひいただきます。はい、どうぞ。よっと、いただきます。あ、あ、いい香り。うん。サクサク。うまいっすね。ありがとうございます。なんか軽いというか、結構こう何個でも食べれそうな。そうですね、好きな人はたくさん食べます。そうですよね、だからこんな箱でガツッと用意されてるんですね。そうなんです。これ1個からでも買えますからね。あ、そうなんですね。はい、これ1日に何個ぐらい作るんですか。チーユはもう1年間通してやってるんで、夏の一番少ない時から冬の今の時期までってやっぱり数はだいぶ変動するんですけど、昨日作ったのは多い日で昨日は1100個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 
そうなんです。昨日はたまたま多くて、すごっ、がもう完全に売り切れちゃうんですか。売り切れちゃう、はい、ありがたいこと。へぇー、やっぱうまいっすね。本当にすべての手作りのお菓子ですよ。どのぐらいの時間かかるんですか、作るの。毎日でも午前中はこのアンマス作りがかかりっきりになっちゃうんで。あ、じゃあ午前中作って午後から販売ってことですか。あ、もう作りながら。あ、作りながらっていう。どんどん売ってます。そうですね、1100個ですからね。1100個って100個ぐらいかなと思ってた。なんか自分が恥ずかしいです。いやいやすごいっすね。単純にこのプチプチっとした食感がもう惚れ込んじゃって、どうしてもおかきでそれをやりたくて、それでおかきと南米の雑穀と掛け合わせてやってみたという始まりだったので。これもこちらのオリジナルですか。そうです。あ、すごい、これ食感が気に入っちゃって。キヌアってね、私も結構そういうトレーナーもしてるんですけど、食事指導、この結構最近ですよね。最近というか、まあ、ここ10年ぐらいで流行り始めた食べ物。はい、本当そうです。それをおかきにしている。皆さん、ぜひこちらがいいですか。これも甘いのとしょっぱいのと一生食べれます。やってる時にそうですね、来たいなと思うんですけど、ちなみにこのお店どのぐらい前からやられてるんですか。もう私一応4代目とは聞いてるんですけど、はいはい、一応営業許可書がこれなんですよ。明治、そう、一番最初許可書っていうのができた時だか、まあどうだかわかんないんですけど、一応明治村ですからね。20年、明治20年、
20年から、はい、何年前かも分かんないですね。100は全然超えてるんですよね。そうですよね。そうですよね。うわ、すごい。うわ、ちょっと次やってる時に全部食べに来るんで。美味しいですよ。自然食ですし。なんかこの上野原って食べ物がすごく、なんていうんですか、自然なものが多いというか。そうですね。やっぱり昔からみんなそれそのまま続いてるから。じゃないかと思いますよ。いいですね。健康でなんか寿命もなんかこう長いっていう。そう、長いですね。お元気ですか。とまた改めて必ず来ますので、はい。美味しいです。ふかしたては特に美味しいです。あ、それなんか時間とあるんですか。いや、製造してる時には次から次こうふかしてますから、はいはいはい、あったかいのが食べられるけど。わかりました。お店ちなみに何時ぐらいから行ってますか。あのね、大体9時半、今寒いから9時半頃から品物ができるのは朝、うん、でこういうふうに全部揃うと一つずつ作っていかなきゃなんないんで、はいはい、大体10時近くになります。わかりました。じゃあ10時近くになったら全部あります。大体あります。次は午前中に来ますね。お願いします。ありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございます。あれ、バチェラーも。あ、いいですか。薬局さんです。呼ばれたんで。お邪魔します。どうぞ。あ、ありがとうございます。今日どうしたんですか。今日初めて上の話に来たんですよ。はい。いろいろ回ってました。はい。上の話が素敵な、いいところで。素敵な、見せてほしい。結構もう何個か回ったりとか。そうですね、はい、あの神社行ったりですとか、 あとは中学校、小学校ですけど、はいはい、あとあの川、はい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 、こちら側、はい、こちら側行ったりですとか、はいはい、上野原なんか今市の中テーマ、まだ知らないだけっていうのは結構テーマになってて、いろいろこれから発信していかなきゃいけないんだけど、市民もまだ知らない人が多いかなっていうようなのもあったりとか、まあ、僕らもここ商店街にずっと生まれ育ってる、商店の人とか場所っていうよりは人、はい、いい人いますよっていうのはあります。それは感じましたね。はい、触れ合う方々皆さんすごくよく知るんですよ、はいはい、知らない人間なので、はいはい、みんないいところで人が結構いい人、まあ、やっぱ子供の頃からいるのもあるとは思うんですけど、あったかいし絆は強いし、で、まあ、同年代の人も結構ちょこちょこいるので、どこ行きました。今は、あの、アンドーナツのお店。ああ、はいはいはい。上松さん。あ、同級生です。あ、同級生。あ、同級生。同級生、同級生です。美味しかったですね、結構ね、いろいろ全国的に発送してたりとか。あ、そうなんですね。百貨店のなんかイベントに出たりとかして。へぇ、今、一番のやり手なんで。だって、1100個しましたよ、この前。そうです、すごいですよね、うん、なんかね、結構大きい車の会社のイベントとかにも出したりとかして、ああいうなんか出店みたいな、うん、ああいいですね。あとはまだそんなにはやってない。そうですね、市役所で市長にあのご挨拶しました。あ、はい、市長、はい、うち母市長と同級生なんですけど、あ、すごいですね。皆さんやっぱりこういう近いですね、コミュニティが近いって、まあでもまあそういうところですよね。お昼とかも食べました。いや、まだ食べてないんですよ。お腹すいてます。そしたらやっぱり僕の同級生がやっぱりの弟が経営者で、はいはい、でお姉ちゃんも手伝ってやってて、そのラーメン屋さんで、いいですね、ライライケンってラーメン屋さんがあるんです。ライライケン、はい、ライライケン、わかりました。ぜひ行ってみてください。わかりました。近いですね。近いです。ちょっとあの上松さんをちょっと超えてったところなんですけど、はい、いや、近いです。そうですね、通り沿いなんで、そこでじゃあお昼、はい、でもおすすめはそうだな、まあ、でも最近いろいろ変わってきて美味しくなったって言ったら毎回美味しいんだけど怒られます、怒られます。いや、ここでもまた味がグレードアップして、麺類なんかおすすめですし、あとスタミナ定食なんか結構みんな食べるかなっていう
定食がある、ね、定食があるんですよ。だいたい若い時はスタミナ定食とラーメンみたいなのが定番だったんですけど、素晴らしいです。今もうどっちか一個も食いきれなくなりたいな感じ徐々に細くなっていったんで、ぜひ行ってみてください。行ってみます。はい、でもおすすめなの。早速行っちゃっていいんですか。ありがとうございます。一石二鳥。いやいや、行ってみてください。ぜひ喜上野原を盛り上げてください。いやもう一緒に一緒に盛り上げましょう。はい、すいません、ありがとうございます、はい、お邪魔しました。はい、ありがとうございます。ではじゃあ来々期これがおすすめされた来々期。行きましょうか。はい、いらっしゃいませ。お席ご案内します。こちらにどうぞ。こちらです。はい、すいません。おすすめされてきたんですか。はい、ありがとうございます。おすすめのメニューって何でしょうか。はい、そうですね、仙台からのやっぱ醤油ラーメンと、あとチャーハン。チャーハン、はい、いいですね。2代目が始まりました。混ぜそば。あ、これ、はい、そうなんです。大人気です。大人気。はい、じゃあ全部、はい、よろしいですか。はい、お願いします、はい、分かりました。はい、お願いします。ください。そう来てます。来ました。はい、お待ちどうさまです。ラーメンになります。はい、どうぞ。スーパーボリュームですね。はい、では、はい、いただきます。はい、どれからこれですね。やはり、はい、麺が、ね、はい、いただきます。スープですね、醤油ラーメン。あー、うまい。すぐうまいです。ありがとうございます。いい自慢のスープです。いい出汁も効いてますね。はい、ありがとうございます。麺が細麺ですか。そうですね、細麺のストレート。ストレート、はい。ありがとうございます。めちゃめちゃうまいです。ありがとうございます。続きまして超贅沢食いしますけど、じゃあこれも気になってまして、はい、この食結構具が独特じゃないですか。人参ですか。そうですね、珍しいという。珍しいですね、お客さんの声が。はい、そうですね。お味だと思います。はい、でうちは卵が入っていないので。本当だ。はい、そこも無理で、また、はい、言われなきゃ分かんないです。そうですよね。はい、珍しいチャーハンだと思います。うーん、はい、これ何、あ、ベースなんですか。味、これも塩と、あの、塩とチャーシュー、ラーメンのこのチャーシューを細かくして入れているので、その味が、はい、最大限出てくると思います。確かにそのチャーシューのね、はい、チャーシューもなんか美味しいっていう話を聞いたんで、で来ました。はい、これが2代目の。2代目の。はい。これは混ぜた方がいいんですね。そうですね。はい。卵ちゃんも。はい。混ぜちゃって。はい。全部混ぜていただいて。いいですね。あ、うまいわ。もううまいっす。ありがとうございます。あ、こっちは結構太麺で、はい、あ、好きです。あ、よかったです。ありがとうございます。私が、あ、うまっ、はい、買い方も結構これいいですね。うまい、全部うまいです。うん、ありがとうございます。質
問してます。はい、どうぞ。こちらの店どのぐらい前から？ですね、今ちょうど40周年目を迎えたところで、はい、今40周年、はい、そうですね、私は年上ですね。はい、今2代目が頑張っております。そうですね、はい、営業時間は？営業時間はですね、はい、11時オープンの大体ラストオーダーが2時半で、まあ、スープとか材料がなくなり次第完売という形で、はい、ちょっと昼のみですか？いや、夜も営業もやっているんですけども、ま、ちょっと完売の時の方がちょっと今多くて、はい、で夜、ありがとうございます。で、あの夜の方はできるだけちょっと材料の方を増やしながらやるように今心がけていまして、夜の方が5時から大体ラストオーダーが7時半という形になります。はい、じゃあ早めに来た方がいいですね。はい、ぜひお待ちしております。早めです。はい、お客さんはどういった方？若い方からお年寄りの方、地元の方、わざわざ遠方からいらっしゃる方、本当にいろいろな方がお越しくださってます。確かにいろんな方がいらっしゃいます。はい、ありがたいです。それはね、美味しいのが来ますね。ありがとうございます。冷めるんで食べます。はい。皆さん、今日一日ご苦労様でした。お疲れ様でした。どうでした、上野原で一日こう朝からずっと回ってみまして、何か感想したら？そうですね、まずはやっぱり自然が豊かで、はい、山もありますし、綺麗な川もあったりですとか、すごく空気もいい街だなというのが、まあ第一印象かなと思ってます。なんか印象に残ったことってありますか？今日一日回りましたね。そうですね、まあ、美味しい食べ物は、まあ、食べるの大好きなんで、あのたくさんありましたし、ちょっと最後あの饅頭だけちょっと心残りなんですけど、まあ、次のリベンジができたということで、また来たいなと思ってます。まずは、はい、じゃあぜひちょっとまた次の時は、はい、酒饅頭を。そうですね、酒饅頭、まあ、やっぱ東京から近いですし、あのあの高速のインターからもあの降りてすぐなので、はい、すごい来やすいし、結構住みやすい街なんじゃないかなというふうに思いますね。はい、最後にすみません、なんか上野原にでコメントをいただければと思ってます。よろしくお願いします。そうですね、あの初めて、やってきましたけども、本当にあの自然も多いっていうのももちろんそうなんですけど、こう接してくれる方々、まあ住んでる、人たちがすごくよくしていただいて、優しい方ばかりだったので、すごい心温まる、素敵な旅になりました。ありがとうございます。では皆さん、ありがとうございました。帰ります。ありがとうございました。ありがとうございました。